こんにちは、なわけもの健康ビアチャンネルの細川です。今年もよろしくお願いします。1つ目、横向きで寝た状態で手をバンザイしていきましょう。手を伸ばして足も伸ばしていきます。この時に脇腹あたりが伸びる感じがあれば OK です。固まっている筋肉を伸ばしていきましょう。30秒です。せーの、スタート。まだお家でゴロゴロしている方も多いかと思いますので、今回は3種類ずつ行っていきます。なので片方終わったらもう片方も3種類行って動かしていきますので、皆さん寝ながらやってみてくださいね。寝ながら体を動かしていきましょう。残り10秒です。体を伸ばしているときは深呼吸を忘れずに、鼻から吸って口から吐くっていうのを継続して行っていきましょう。そうすればストレッチの効果も上がっていきます。2つ目、次はリビングでテレビを見てるポーズをしてみましょう。膝を少し曲げてもらって、この状態で膝を頭に近づけるようにぐっと曲げましょう。そうすることによってこの脇腹に力が入りますので、それをしっかりとぎゅーっと近づけて戻す、これを繰り返しましょう。30秒です。せーの、スタート。今リビングで寝ながらテレビを見ているそこのあなた、今寝ながらこの運動をやってみましょう。この横腹のお肉をしっかりと引き締めることによって体が引き締まっていきますよ。ウエストラインも細くなっていきますので、しっかりと動かすようにしていきましょう。残り10秒です。テレビを見ている時にこの動きをする習慣をつけておけば、寝ながら勝手に体が動くようになっていきますよ。なので癖をつけていきましょう。3つ目、はい、では次は内ももを動かしていきます。なのでまずは左の内ももを動かしたいのですが、右の膝を立ててもらって、このまま寝ながら内ももを上げていきましょう。そうすることによって内ももが使えていきます。30秒です。せーの、スタート。そこまで足は上がらないかと思いますが、上げた時にこの内ももに力が入っているぐらいで OK です。なのでこの時にできるだけ上げるようにしてもらって、内ももに力を入れていきましょう。そうすれば足も引き締まっていきますよ。残り10秒です。どうですか、足はできるだけ上げていますか。次はこのまま逆側も行っていきますので、皆さんもこのままカードを反対に向けて行ってくださいね。4つ目、はい、皆さん反対側にはなりましたか。なのでこのまま手をバンザイして足を伸ばして、脇腹と脇肉を伸ばしていきましょう。30秒です。せーの、スタート。皆さん今こうやって体を伸ばしていただいているわけなんですけども、これ左右差比べてみて、あれ、こっちの方が硬いなとか、さっきの方が硬かったなとかっていうのを感じるかと思いますので、特に左右差を感じながら動かしてみてください。残り10秒です。体を動かしていくとどこが硬いか自分で分かるようになっていきます。なのでその硬い場所をしっかりと動かせば、体の代謝も上がり痩せやすくなっていきますよ。5つ目、はい、では皆さんこのまま横腹と脇肉を引き締めていきましょう。なのでこの足と体をですね、近づけるようにしっかりとギュッとね、近づけていきましょう。そうすると筋肉が引き締まっていきますよ。30秒です。せーの、スタート。今皆さんにこうやって足を上げていただいてますけども、さらにですね、このお腹に負荷をかけたい場合は、頭をですね、もうちょっとですね、お腹に近づけていただけると、さらにこのお腹を引き締めることができます。なので余裕がある方は頭をもうちょっと上げてやってみましょう。残り10秒です。寝ながらゴロゴロしていると本当に太りやすくなってしまいます。なのでちょっとでもいいので、こうやって体を動かす癖をつけていきましょう。6つ目、はい、皆さんこれで最後ですよ。なので左足を垂れてもらって、右足を伸ばしましょう。そしてこの右の内ももを上げていきます。そして力が入っている子も確認しながら上げていってみましょう。
あと少し頑張って。30秒です。せーの、スタート。この内ももって意外と動かすことが少ないんですよね。そしてこの足を動かすことによって足のむくみ改善や冷え性の改善にもつながっていきますので、この内ももをしっかりと上げて力が入るまで上げてみてください。そうすれば必ず変わっていきます。残り10秒です。よく足のむくみ改善でふくらはぎばかり触る方もいらっしゃいますが、そこだけではなくってこの内ももも動かしておかなければ流れが良くなりませんので、動かしていきましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。寝ながらでも運動できたあなたは素晴らしいです。そのまま継続して行っていきましょう。運動をやってみてその結果を LINE 公式アカウントの方でぜひ教えてくださいね。この動画を見ていただいている皆さんが今日一日最高の日になりますように。今回の動画が良かったなと思った方はぜひですね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントではご登録いただくと症状お悩み別動画をプレゼントしています。動画の説明欄から LINE 公式アカウントをポチッと押していただいて登録お願いします。では動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。